そう7は、うん、そうそうそれそれそれで8が5、そう、あこれで8個合ってる合ってる、そうで1から始まる全部こうも戻すことわけじゃない、うん、でもその1の戻すことと2の戻すこととか、うん、3の戻すことと、うん、その8の戻すことやっぱり難しさが違うってことだ、難しさ違う、あ違うんだ、違う、 やっていいちょっと、うん、すぐ終わりそうな気持ちもするから1の戻すことやっていい、うん、これね、そういうこと、2の戻すことやるよ、これね、3戻すよ、4ね、5、6、7、次重要8、なんでカッコつけたの、8だから最後だから、あそっか、そう最後はあれ重要、最後はマキロイやった、マキロイ、そうこれが登録と俺がやってるから多分10人見て10人の人は、うん、こいつらふざけてるって言ってるけど、うん、マジで真剣にやってるから、そう、ね、要は段階よ、そういうことね、そう戻せる段階がどこまでなのって、だって変な話単純に今1から8まで戻せたら9にいけるじゃない、うん、いける、単純にだって最後フルスイングなんだから、そうだね、うん、あそこ、フルスイングで本当に自分の振り手スピードとか動きでちょっと当たるんだったら、うん、もう自由にやってくださいか、そう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 、でも変な話最後の8で十分戦えるでしょって話、うん、あ、そうそうです、そうでしょ、そりゃそう、そうそりゃそう、そうだから普通の70代60代だったらあれで十分でしょって、うん、あとパターンが入るから、そう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 、本当だ、うん、だから本当に1から8っていうのはオール1なの、同じことやってるから、どのスピードどの大きさまで戻せるかが1から8、ただそれがめちゃくちゃ重要よってこと、だって今のなんかスイングの大きさを8段階に切っただけだから、どこに上げてとか関係ないわけよ、どういう上げ方をしてとか、結局ここに戻ることとスイングの大きさを8段階に切ってるだけだから関係ないのよ、自分が本当にしたい最後のフルショットを、うん、8だとしたときに、うん、その8段階に分けて、うん、1からやっていけばいいんだ、そう練習していけばいいんだ、そうでもこれ舐めてる人は絶対当たんないよ、めっちゃくちゃ難しいから、だから何段階まで当たるかよね、多分じゃない 100%、うん、さっき一番最初に話した自分の色を加えるショットがうまくいかなくて、うん、プロゴルファーに、うん、じゃあ1から8やってっつったら絶対全員できる、それできない人いないから、プロになれてないから、それぐらい大事なことで、うん、上手くなった人は絶対できることなの、この1から8っていうのは超重要、これはでも今までどっかの動画で言ってるね、練習法マジ言ってる、あ、俺がじゃなくて他の動画で、いや俺が、うん、あ、言ってるかもしれない、言ってる、言ってる、うん、あのスピードを変えて、あ、そうそう、だんだんここからスタートです、でも多分だけど流して聞いてる方が多いと思う、そうだ、ね、見てくださる方で ね、うん、それをだってもちろん俺がそこまで言ってないっていうのもあるし、大事って言ってね、だからそれぐらい重要なこと、大体その1の1やったじゃん、一番ちっちゃい、うん、1の1、まあ、あれで当たんないっつったら変だけど、なんかどれぐらい練習するの、1の1が成功するまで、うん、10球とかじゃないでしょ、結局リストの強さだったり、うん、そのしっかりクラブを戻そうとする腕の強さがなかったら一生1の1だから、あの大きさも戻せない、戻せない、戻せてない人いるから、要はアプローチで失敗する人はそれだから、そうだね、そうパターで 1m をカップ触らない人、ラインの読み違い関係なくストレートラインだとして自分のフェースのコントロール不足で外れる人もそれだから、ここで余計なことしてるから、こうやってやったり、あとはこうやってやったり、そうここでこの動きでどれだけ完璧に戻せるのっていうこと、パターはあれだね、分かりやすいんで、そうすると分かりやすい、分かっちゃうから、そう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 、普通も分かるけどさ、うん、でもね、家でもチェックできるし、そうか、そう、家でのパターンの1メートルの練習ってあながちばかりできない、できない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 、しかも普通にやったら1メーター先にペットボトル置いて、あ、当てられるかっつったら経験者はほとんど当たると思うんだよね、だけど本当に当たる、
本当に次当たるってやったら意外と真ん中じゃなくて端っこに当たったりして、うんうん、おおってなったりもするから、うん、それぐらいそのしっかり戻すってことを本当にしっかり考えてやってあげないとしっかり戻れない。それぐらい重要なこと。どれぐらい成功したらいいにっていい10分の10。例えば1の1って7番アイアン8番アイアンぐらいで10ヤードぐらいが、例えばあの目の前にさ、あそこにボールあるじゃん今、あそこに必ず行く。普通のアドレスをしてあってまっすぐね、うん、まあキックはちょっとあれだけど、うん、こうやってあそこに、そう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 、そうあってこうずっと打って、例えば30球ぐらい、30球ぐらい打ってあそこに全部同じところに行くんだったら2に行ける。もう30もやんないといけない、絶対ミスる1回。ね、多分今俺の知ってる先輩方なんかは少なって言ってる多分。嘘、うん、少なく見積もってるからだって早く2に行きたいでしょ。行きたい。そうだからまあ30って言ったけど、もう一回1に戻るかもしれないからね、2ができなかったら。だから多く見積もってもいい、全然100とかね、1000とかね。あ、じゃあもういつだってそんなのもやっていけるよってなんないと次いけないんだ。そうだからいつでももう戻れてパスできなきゃダメなの。あ、そっか、いつでもどこでも打てなきゃいけないんだ。そうそう、1から1は。そう8ね。そうそうそう、だから例えば持ってる番手によっても限界の飛距離が違うから、100ヤードだったら10段階に切れるじゃない。10ヤードだったらまあ80ヤードか、80ヤードまで。でもそれだと持ってる番手がサンドウェッジとか52とかピッチングになっちゃうから、でももうちょっと上打ちたいだろうから、20ヤード30ヤード刻みでも全然いいけどね、うん、とにかくその一つの段階よりも次が大きいスイングで大きい飛距離が出てればいい。それが自分で分かれば OK。 それぐらい行ってるから、うん、もうあんなグリーンには一生乗せられるんだ、うん、そうじゃないと、そう一応終わってないわけだ。そう、卒業証書もらえないんだ。そうだから本当にそれぐらい自信あるよって俺結構簡単に言ってるじゃない。その理由分かったでしょ。分かった、まあね、それを全部やってってんの。そう、変な話、うん、何級ってきてんのよって話。今日までゴルフ始めてからパソコン打ってる、電卓弾いてる、ボールペンで何か書いてる間、みんなプロゴルファーってボール打ってきたわけじゃない。何球かもちろん数えられないけど、相当数打ってる。何万何十万とか、ね、そうだって鉄の溝が削れるんだから。そうだ、ね、うん、それぐらい打ってプロになってるじゃない。だからやっぱりそれなりに自信あるよね。まして150ヤード100ヤードグリーンに乗せるっていうのは電卓で 1+1 ってやるぐらいだよ本当に。あ、それぐらい。だから特にマットの上で練習場なんかは本気でよっぽどのことがない限りずっと同じとこ行くから。そういうことだね。それができないと次へ行ってないんだ。そう。それをクリアしてきてる、ね。そう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 。そう。さすが俺が勉強してる間たまってたね。俺が一生懸命椅子動かしてる間。そう。そう。トール君がね、机に向かって一生懸命やってる間に後ろで。弦6本弾いてたから。じゃあ俺はその時は動かしてなかった。それ見てた。あ、そっか。そうね。そう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 。そう。そうだから、うん、それぐらい大事ってこと。1から1は。うん、よくわかりました、うん。ありがとうございます。伝わったんじゃないですか。だよね。と思います。僕もこれ見てね、本当に何人やるからいや、そうなのそうなのそうなので、もちろんね、はい、それをやってじゃあどれぐらいの年月でそれが成果が出るかなんていう保証がないじゃない。もちろんもちろんその方によるし練習量にもよるじゃない。だからいや月一月例があるんだからそんなことやってられないっていう人ももちろんいるし、いろいろあるけど、でも暇があったら、うん、やっててもらいたいし、フルショットの練習を1ヶ月やらなくてもこの練習だけやっといてもらいたいぐらい大事なこと。悪影響がないから、それをやったからってフルショットがダメになることって絶対ないから、フルショットのためにやってるから、うん、だから練習時間ないんだったら余計に8番とか7番1本持ってってずっとハーフスイングで同じところに打つ練習をこうやってた方がよっぽどためになるから、フルスイングで曲がるんだったら、うん、そうだからその練習は絶対してあげた方がいい。は絶対にうまくなる。
いや間違いない、混ざりもんないから。そうだね、うん、純度 100% だから。 それはもう絶対やった方がいい。教えちゃってるか。ね、だから最初悩んだでしょう。でも聞いたらいつも言ってることだから。はい。より詳しくね、より詳しく、そうそうそう、言わせていただきました。今回はですね、トール君からの質問で1から1かっこ8をですね知りたいということでですね、まあ、いつもより少し詳しくお伝えさせていただきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。